各シェルターを示す看板プラカードに先導される高校野球の選手第89回全国高等学校野球選手権大会プラカードを掲げるデモ参加者ワシントン大更新プラカードはそれを読む者に情報を提供する板状の掲示物である英語ではプラカードというと壁などに掲示してある張り紙など広告や標識の類も含まれるが和製英語の範疇では 棒に板を取り付けて、その板に何らかの情報を書き示す、手持ち式の看板を指すことが多い。和製英語の範疇におけるプラカードは、上に述べた通り板切れに棒が飛び出してに持って頭上に掲げる看板であるが、これは英語におけるプラカードの範疇にも含まれ、日本語ではより限定的である。これらの物品は雑踏などにおいて、 人の頭より高い位置に示すことで目立たせることを目的としており、目印として集団を誘導したり、または宣伝用表示機材として用いられる。用途としては宣伝、または目印として利用されるが、デモ行進では主張を示したプラカードを掲示した集団によって、自分たちの主張を他人に伝えるための意思伝達に用いられる。この場合はスローガンなど、 わかりやすく短い言葉で主張を呼びかける文言が示される。宣伝用としては都市部の歓楽街などで呼び込みや客引きなどの際に店舗の宣伝に用いられる。また、沈黙屋では集団でプラカードを掲げたり楽器を吹きならし目立つ、格好で練り歩くなどする街頭宣伝を行う。こういった宣伝活動では場合によって プラカードを掲げた者が宣伝している店舗のチラシやティッシュペーパーなどの粗品を配ったり扱っている商品やサービスの内容を説明したりあるいは駐車場の案内などを行うなど複合的な情報提供を目的にプラカードを掲げ立っていることもあるかつてはこのプラカードを掲げている者がキャッチセールスなどの呼び込みや勧誘員を兼ねている場合もあったが日本ではバブル景気の頃に前後して 強引な勧誘が社会問題となり特定商取引法や迷惑防止条例で規制されてからはあまり積極的な客引きは行われなくなった雑踏警備では群衆事故を予防する観点から雑踏の中でも見えやすいプラカードを警備関係者や係員が掲げて人の流れを誘導することがあるしばしば雑踏では おののの個人が流れに沿って移動したものか、それとも逆らって望む方向に行くべきかで迷い、結果的に全体的な流れが滞こる場合がある。このため、ボトルネックとなりやすい箇所より手前で、行く先の選択が行いやすい応用書に人員を、配して、目的場所別にプラカードを掲示させつつ呼びかけすることが行われる。いささか変わった用途としては、演劇において、 セリフのない役者が発言する上で吹き出しの代わりに利用された例もある。一幕劇、クロックフェール、最後の変歴騎士では、1857年の初、上演当時に演劇を検閲していた、フランス外務省の規則から、セリフのある役者の数が制限されていたが、これを逆手にとって、舌を切り取られて、口が聞けない騎士が登場、セリフの代わりにプラカードを利用している。 いわゆる漫画表現では、登場人物は吹き出しでセリフを述べるが、一部、擬人化された言葉の喋れない登場キャラクターが、プラカードで吹き出しを代用することもある。ありがとうございます。